皆さんこんにちは。ノーマイ作曲ステーションへようこそ。ノマステー。僕はですね、ジャスラック登録楽曲現在198曲、今はフェイバリットステップスという会社を作って、これからプロを目指して頑張っている音楽クリエイターたちをガチで育成しております、作曲家のノーマイと申します。どうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルでですね、これからの音楽業界をもっと盛り上げるべく、音楽の楽しさだったり、これからプロを目指して頑張っている音楽クリエイターたちの参考になるような情報をたくさん発信しております。僕の過去の実績に関しては概要欄の方にですね、ウィキペディアの記事を貼っておいたので、よかったらそちらをご覧ください。今日の話題なんですけれども、僕はですね、このチャンネルでいつも動画の最後に、何かお悩みなどある方はぜひお気軽にツイッターの方からダイレクトメールでご相談をくださいということを言っているんですけれども、実際ね、たくさんの方からお悩みの相談をいただくことが増えてきました。音楽制作っていうのは、まあ、特に正解のない世界ですし、まあ、どうしたらいいのかっていうのはすごい悩むと思うんですよね。そして何よりも自分一人との戦い、パソコンに向かってコツ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 作り続けるっていう毎日になるので、どうしてもね、メンタルとかもやっぱやられちゃうんですよね。そしてそんな中でですね、皆さんからいただくお悩み相談の中には、やっぱり僕もね、それめっちゃわかるわーっていうものがたくさんあるんです。そしてそれらにはですね、いつもその個別にメッセージで僕は直接お返事をするようにしてるんですけれども、まあそうやっていただくお悩みの中にはですね、これは多分たくさん他にも同じようなことを考えてる、同じように悩んでる人がいるんじゃないかなっていうものが結構あるんです。そこで今日はこの YouTube 動画で皆さんからいただいたお悩みにいくつか直接お答えしようと思っております。今まさに一人で音楽制作を頑張っているという人にとってはですね、多分共感できる話、参考になる話がいろいろとあるんじゃないかなと思うので、ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。それでは早速いってみましょう。どうぞ。ノーマイ様、いつも素敵な動画や楽曲を聴かせていただき本当にありがとうございます。いや、もうね、こちらこそありがとうございます。僕はアレンジなど細かくなりすぎてしまい、作曲スピードが遅いのが悩みです。楽器はピアノで和音を弾くくらいで、他の楽器などは弾けません。ですので生楽器は打ち込みになり、時間がかかりすぎてしまいます。楽曲制作に対して細かい部分まで再現しようとするあまり、どこで妥協しているのかがいまいちつかめないでいます。何かノーマイ様からアドバイスをお聞かせ願えれば光栄です、というようなお悩みをいただきました。ご相談ありがとうございます。お悩み相談の中で制作時間に関すること、特にアレンジに時間がかかってしょうがないっていうようなことはかなり多いですね。時間がかかってしまうとか、どれぐらい時間をかければいいのかとか、その時間がかかる割にクオリティがなかなか上がらないみたいな相談はもう常にいただいてるという印象があります。まずスピードに関してなんですが、もうね、これはね、やっぱりアレンジをある程度ちゃんと仕上げようと思ったら時間がかかるのね、しょうがないんです。僕もちゃんと作ろうと思ったらかなり時間がかかるので、ある程度時間がかかるものとして、もうそういう前提でやらないと仕方がないんじゃないかなと僕は思います。ただですね、だからこそ一番大事なことは、いかに悩んでる時間を減らすかじゃないかなと僕は思うんですよ。ちょっとですね、皆さん自分の制作中のことを思い出してほしいんですけれども、ちゃんとですね、こう、これはこうしようと思っていろいろ手を動かしている時間と、どうしたらいいんだろうなと思って頭を悩ませてパソコンの前でうんうんうなってる時間と、どっちの方が皆さんは長いでしょうか。正直ですね、一曲完成させるのにものすごく時間がかかっちゃう人って、パソコンの前でうんうん悩んでる時間がすごく長いんじゃないかなって僕は思うんですよね。まあ、僕の話で言うと、例えばコンペ用のデモを作るときって、その作曲から仕上げまでの時間で大体まあ長くても10時間ぐらいなんですけれども、なんか皆さんのですね、お悩みを聞いていると、1曲作るのに1週間かかるとか、人によっても1ヶ月とか、もう長い人だと半年かかりますみたいな人もいたりするんですよ。まあもちろんですね、作曲って早ければいいっていうようなもんでもないと思いますし、長く時間がかかったからといってダメということもないんですけれども、とは言ってもね、やっぱり鉄は熱いうちに打てとも言いますし、やっぱり勢いがあるうちに、自分のモチベーションが高いうちにバーッと作って完成させられた方が、やっぱそっちの方がね、いい曲ができるんじゃないかなと僕は思うんですよ。というかですね、まあ正直に言ってしまうと、1ヶ月も2ヶ月も半年も1曲にかかる人って、その1ヶ月も2ヶ月も何やってんのってちょっと僕は思っちゃうんですよね。やっぱりね、実際にそれ1ヶ月2ヶ月ずっと何か手を動かしていろいろやってるわけじゃなくて、パソコンの前でああでもないこうでもないってあれこれ悩んでるうちに、どん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 時間ばかりが過ぎていってしまうというような人が多いんじゃないでしょうか。じゃあその悩む時間ってどうやって減らせばいいのって、皆さん次は当然の疑問として思いますよね。僕が思うにですね、悩まないための一番の秘訣は自分の頭で考えない
っていうことだと思うんです。そんな自分の頭で考えなかったらどうやって曲なんて作るのって思った人はですね、ちょっと落ち着いて考えてみてください。そもそもですね、悩んでしまってアイデアも出ない状態でパソコンの前でうなってるってことは、もう自分の頭の中にですね、いいアイデアとか正解や解決方法っていうのはもうないんですよ。だってですね、自分の頭の中にいいアイデアがもともとあるんだったら、まあ、いくら悩んだとしてもそんな1ヶ月も2ヶ月も時間がかかるなんてことはないと思うんですよね。そうやって自分の頭の中にいいアイデアがなくて悩んでしまってる時、どうすればいいか。それはもう簡単で、世の中にある素晴らしいお手本をどんどん参考にしましょうっていうことです。これはですね、プロの世界でもよく言われていることで、僕も先輩から散々言われたことなんですけど、アレンジっていうのは、まあ、変な話、パクっても OK なんです。もちろんですね、イントロのフレーズが全く同じみたいなことはさすがにダメだと思うんですけれども、楽器の重ね方や編成、その楽曲の展開の中でどういう風に音が盛り上がっていくかみたいなことはですね、大いに参考にして全く問題がないんです。今回いただいた質問の中にあるように、楽器の細かいニュアンスまで再現しようとすることってとてもいいことだと思いますし、そういうことをしようと思ったらある程度時間がかかるっていうのは絶対にしょうがないことなんです。だからこそ、そうやってアレンジのクオリティを上げるための時間をしっかり確保するためにも、あれこれ悩む無駄な時間はどんどん減らしていった方がいいに決まってますよね。そのためには世の中にあるたくさんのお手本をどんどん参考にして、どん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 自分の作品に取り入れていきましょう。芸術は模倣からという言葉があるように、偉大な先輩たちの技を盗むことは何も悪いことではありません。っていうかですね、そもそもその偉大な先輩たちだって、さらにその先輩たちからたくさん技を盗んでどんどん成長していったんですよ。芸術っていうのはですね、そういう風にして進歩していくものなんで、まあ偉大な先輩たちにしっかり敬意を払いながら、その技を盗んで変に悩む時間を減らして、その分の時間でクオリティを高い楽曲を作るための細かい作業のための時間をちゃんと確保するっていうのがいいんじゃないでしょうか。私はストレスの発散方法がわからないのが悩みです。会社員をしていた時は同僚と仕事の愚痴を言ったり、先輩と会社自体の愚痴を言ったりと、モヤモヤすることに対しての吐け口があったように思いますが、フリーランスの作曲家になってから自意識過剰なのかもしれませんが、自分以外全員的に見えて、とても嫌な思いをしても誰にも言えないし、話したとしてもフリーランスの作曲家の事情を理解してもらえないしと、結構鬱憤が溜まっています。こんな時はどうすればいいでしょうか。はい、こちらもご質問ありがとうございます。いやー、この相談はね、個人的にはすごい分かりみが深いですね。まあ、特にね、自分以外全員的に見えてっていうところもすげー共感できます。作曲家ってですね、もうある程度仕事ができるようになってきて、いろんな人との関わりがですね、仕事の中で増えてくるとものすごく楽しいんですけど、それまでの時期ってすごく孤独でね、人によってはすごく辛いと思うんですよね。プロになる前からたくさん周りに音楽仲間がいて、みんなでワイワイ楽しくやってきましたっていう人も当然いると思うんですけども、自分の夢を理解してくれて応援してくれるような人が周りに全然いなくて、一人で孤独に頑張ってましたなんていう人も結構いるんじゃないかなと思います。まあ、っていうかね、僕自身がそうだったんです。僕のチャンネルの他の動画でも説明している通り、コンペっていうのはたくさん楽曲が集まってくる中で、一曲誰の曲が選ばれるかっていう勝負なんで、自分以外が全員敵に見えてしまうっていうのもある意味仕方のないことですよね。でも20代の頃の僕なんてね、まさにそんな感じで、僕いつも心の中で、いや、なめんなと、全員ぶっ殺すって、もういつも思ってましたからね。いや、これマジの話なんですよ。じゃあですね、この問題をどうやって解決するかっていうと、僕が思うポイントは2つで、まず1つ目は謙虚になる。そしてもう1つ目は仲間を見つける、だと思うんです。まあ、今思うとすごくお恥ずかしい話なんですけども、20代の頃のノーマイさんはですね、自分に妙な自信がものすごくあって、もう正直俺って天才ぐらいに思ってましたし、まあ、自分はすごい曲を書いてるつもりだったんで、まあ、プロの作曲家になれて当然ぐらいに思ってたんですね。けどね、現実はもちろんそんなことは全然なくて、コンペに参加しては曲は落ちまくる、ただの夢追い人のしがないフリーターでしかなくて、そんなね、自分のイメージ、自分の理想と現実とのギャップが本当に辛かったんですよ。そしてそんな現実とのギャップに苦しむ辛い日々を送っていると、ある日ね、突然気づくんです。あ、俺って大したことないんだなと思う。今結果が出てないのって当たり前だわ。これからもっとちゃんと勉強して、たくさん曲を書いて、もう謙虚に頑張んなきゃいけないんだなって
思うんですよ。そしたらそういう風に気づいて、自分に対して謙虚な気持ちを持てるようになって、初めて今までよりももっとちゃんと勉強するようになって、もっとちゃんと曲を書くようになって、もっとちゃんと頑張るようになりました。そしてその時に初めて自分の周りにいる人たちが、あ、これは仕事を奪い合うようなライバルじゃなくて、自分をもっと成長させてくれる、切磋琢磨できる貴重な仲間なんだなってことが実感できたんです。やっぱりね、こう自分のプライドを打ち砕かれて、もう自分なんてまだまだしょぼいんだなっていう現実に直面することって結構辛くてしんどいと思うんですけれども、そこから逃げずにちゃんと向き合うことで、初めてその次の扉が開くんです。実るほど神戸を垂れる稲穂かな、なんて昔の言葉もありますが、人間こう謙虚な気持ちを持つことってすごい大事なんだなってことを実感できるようになってから、肩の力がすごく抜けて人生生きるのがだいぶ楽になりましたね。なのでこの質問をくださった方も、自分自身と向き合って謙虚な気持ちで肩の力を抜いて、音楽活動楽しく頑張ってもらえたら嬉しいなって僕は思います。今日はここまで、僕が今までツイッターのダイレクトメールで皆さんからいただいたお悩みや相談について僕なりの回答をお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。最初にも話した通り、音楽制作っていうのは本当に答えのない正解のない世界ですし、自分一人でパソコンに向かってコツコツと作業しなければいけないので、どうしても孤独になって悩んでしまうことだと思います。だからこそ人に相談してアドバイスをもらったり、同じ悩みを分かち合って一緒に切磋琢磨して成長し合える仲間を見つけるっていうのがものすごく大事なんじゃないかなと僕は思います。今日この動画を見てくださってる皆さんも、音楽制作、音楽活動における悩みや相談事などあれば、ぜひコメントで分かち合ってもらえたら嬉しいです。そして僕の会社フェイバリットステップスでは、今プロを目指して音楽活動を頑張っているクリエイターをガチで育成していて、昨年はですね、記念すべき初のメジャーデビュー作家も誕生しました。今プロの音楽家を目指して一人で頑張ってるけれども、自分に何が足りていないのかわからない、これからどうしていいのかわからないなんて人はですね、一人で悩む必要は全くないので、ぜひ概要欄の方にあります僕のツイッターのアカウントをフォローしていただいて、そちらからダイレクトメールでお気軽にご相談ください。こんな感じでこのチャンネルでは、これからの音楽業界をもっと盛り上げるために、音楽の楽しさだったり、今音楽制作を頑張ってプロを目指している人たちにとって参考になるような有益な情報をたくさん発信しています。今日のお話が面白かった、参考になったという人はですね、ぜひチャンネル登録をして、ノーマイ作曲ステーションの一員になってもらえたら嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いできれば幸いです。今日もここまでご視聴いただきありがとうございました。ノーマイ作曲ステーション、お疲れ様です。ノマステー。